ディペンデントライティングなんですが、これが最近すごく厄介ですね。音声を聞いて、そして例えば何パーセント理解できたかとかに変えて、その後にスクリプトを読んで、これ初めて話しますけど、実は僕、結構いろいろ実験して、Hello there! 始まりました。森田チャンネルです。今回は英語講師オーディションですね。優勝者の一ノ瀬安澤全員においでいただきました。ありがとうございます。で、あとそうですね、トイック前回受けてもらいましたので、そうですね、はい、こちらの結果。まあ、初、新形式のトイックを受けたんですが、結果はこんな感じになりました。イエーイ、マッチョンですね。ありがとうございます。そして、アビ名ですね、正答率の方が。そう、これ、ちょっと読み方わからないんですけど、ここじゃあ、森田先生に解説を。はい。こういった形になってます。それはどういう意味なんですか？あ、98って書いてるんで、はい、まあ1問、あ、1問なんですね。3、4で、あ、やっぱあれかな、やっぱちょっと、で、おそらくリーディングも1問、あ、これ1問なんですね。だどちらも1問ミスっていう感じで、あ、なるほど。まあリスニングはちょっと納得なんですよね。絶対、あ、これは聞き逃したっていうのがあったんですけど、リーディングは納得いかない。まあちょっとそう、うん、トイックってそんな感じですから、ね、そう、10分ぐらい時間余ったので見直したつもりだったんですけど、はい、これは見落としてたみたいですね。そして、はい、ですね、トフルも受験されまして、はい、何点だったかっていうと、あ、ちょっと結果のあれはまだもらってないんですけど、はい、119点入ったということで、120点満点中119点、はい、相変わらずの恐ろしい数字を出したわけなんですが問題数が減ったわけじゃないですか。そうですね、はい、どうでした？まあでもやっぱ難易度自体はそんな変わってなかったので、まあ、その分ちょっとは楽になったかなっていう気がしました、ね。時間やっぱり、はい、短くなりましたね。そうですね、もう3時間ぐらいだったので、ああ、はい、なるほど。そう、確かに今までどれぐらいかかってたんでしょう？ 3 時間半からまあ4時間ぐらいですかね。そうですよね、はい、多分リスニングの方がダミーだったら30分長くなってたので。あ、そうか、はい、30分でリーディングが20分、20分長く、はい、それがどっちにダミー入ってました？今回は、リーディングでしたね。あ、リーディングが 4つ4つ出ましたね。なるほど。ただ設問数は減ってたわけですね。あ、もう10問ずつでしたね。やっぱり語彙が減ってましたね。語彙は、1問から2問しか出なかったです。あ、今までいっぱい出てましたもんね。もう4問は多い時は5問出てましたから、はい、すごい美味しい問題だったんですけど、その時もうパパ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 パになりました、ね、2分減ったわけですよね、はい、だから数秒で解ける問題がなくなって、うん、そう2分だけっていうのは逆にきついっていうことですね。そうです。じゃあ一応出題形式はそこまで変わってなかったです。ボン入れるやつとか、あ、出ますね。挿入問題は必ず、最後から2番目に出ますし、であとまとめ問題ですね、もう必ず最後に出ます。リーディングは、そっか、今まで決まったパターンだったのか。今まで会話とあと講義2つだったんですけど、うん、そしてそれが必ず2セット昔は出てて、そしてもしダミー問題が出た場合は3セット目が出てたんですけど、うん、でも新しい形式では、1セット目が、まあ、いつも通り会話とあと2つの講義で、で2セット目が1つの会話と1つの講義なんです。ました、はい、でダミーが出た場合はさらに1つの会話ともう1つ講義っていう感じですね、うんうんうん、なるほど。リスニングはそうですね、もう普段通りのナレーター。なるほど、セットが減っただけ。そうですね。スピーキングはどうでしたか？スピーキング一番簡単な、ね、はい、やつが消えました、ね、そうですね、一番簡単だった。どうしたらいい？そう回答時間60秒なんですけど、だいたい30秒とか40秒で終わってましたから、ね、やっぱりそうですね、はい、あれだいぶ簡単でしたよね、はい、そうなんです、ね、まあ、スピーカー本当あっという間になっちゃいましたね。もともと6問あったものが4問になったので本当にあっという間に終わっちゃうんですけど、でもまあ難易度的にはそんなに変わってない、ね、インディペンデントが1台になったわけですね。あ、そうですね、はい、まあ、2択のやつですね。あ、そしてライティングはそのまま、はい、ライティングそのままですね、はい、なるほど。ということで、まあ、難易度はそこまで変わっていない。そうですね。トフル受ける方へのアドバイスを、うん、まあその点数によってだと思いますけど、うん、いろいろ喋ってもらえればいいんじゃないかと思うんですが、うん、そうですね、まあじゃあセクション別にとしたら、はい、まあ、リーディングは精読っていうのがやっぱすごく大事なんですよね。ほう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 。つまりもう一文一文ちゃんと理解することが大事なんで、だからなんとなく文章を読む癖がついてる方は、それは改善しなければなりません。ほうほうほう。本当に、どういう、まあ、単語のそれぞれの意味とか、まあ、どういう文法が関わってるのかっていうのに絶対こだわった方がいいですね。なので、まあ、細かいですからね。そうですね、間違いの選択肢とかね、うん、
うん、まあ、そこにぜひこだわってください。そして、リスニングに関しては結構僕よく悩み相談を受けるのが、はい、メモ取ってるとなんか聞き取れなくなっちゃうっていう人がいるんですよ。うんうんうん、なのでそういう人にどういうアドバイスしてるかというと、ならばメモ取らないといいです。おお、まあ、正直ちゃんと聞き取れてるならばメモ取らなくても正解できるんですよ、うん、そうですね、結構高得点出るんですよね、まあ、僕も試したことあるんですけど。でそもそもメモいっぱい取っても結局使わないことが多いので、だからあんまりこだわらない方がいいです、メモを取ることに、うん、メモにこだわりすぎるな、ね、そうですね。なのでもうとにかく、聞き取ることに集中して、でそもそも聞き取れないならば、ちゃんと英語を聞き取れるようになるまで何回も何回も同じ音声を聞いてスクリプトを確認しながら練習してください。音声を聞いて、そして例えば何パーセント自分が理解できたかっていうのを、まあ、感覚で言うと例えば 70% だったら、じゃあ、聞いた時は 70% ってどっかに書いて、その後にスクリプトを読んで、で読んだ時に何パーセント理解できるかっていうのを書いてほしいんですけど、まあ、大体もうちょっと高いんですね。なるほど、以前より。例えば 85% っていうことは、その 15% ぐらいの差は何の差かというと、知ってるはずの単語とか表現を聞き取れてないってことなので、なので正しいこう発音が何なのかっていうのをそもそも分かってないんですよ、うんうんうん、なのでじゃあどうやって単語とか表現が発音されてるのかっていうのを確認するために、次はスクリプトを見ながら、もう一回音声聞くんですね。で意外とあこういう風に発音するんだっていう部分絶対出るんですよ、うんうんうん、まあ、すごく簡単な例で言うと、But it was、 しかしそれは何々だったっていうのは、そうなんですよ、ブルースみたいな感じで、こうやって発音するんだっていう、そういう発見が絶対たくさんあるんで、まあ、そういう発見をしながら、あこういう風に発音するんだって分かったら、もう一回見ないで、そして聞いて、ちゃんと聞き取れるようになるまで何回も繰り返す、うん、そしてスピーキングは、はい、スピーキングはですね、よく分けて、クエスチョン1っていうのがインディペンデントって言って、まあ、自分の意見を言うものなんですね。で、残りのクエスチョン2、3、4っていうのは、まあ、自分の意見を全く言わず、ただ読んだものとか、あと聞いたものを、まとめて喋、るだけなんで、まあ、それを分けて考えると、まずクエスチョン1に関しては、やっぱその場で考えたこともないことについて話すと、もう絶対うわうわとかなっちゃうんで、だからできるだけあらかじめいろんなことについて考えて、自分の意見とかを考えて、あと具体例とかを用意するっていうのがすごく大事だと思います。まあクエスチョン2、3、4に関しては形が決まってるんで、もう絶対例えばまず会話では意見を言って、その後に2つの理由が来るとか決まってるんで、もうあとは本当にリスニング力なんですよ。そうですね、うん、だからこそ、まあ、先ほどのリスニングセクションのための勉強法を、まあ、活用すればスピーキングの対策にもなるということなんですね。最後はライティングですね。はい、ライティングに関しては、まあ、まず、一つ目のインテグレイテッドライティングっていう方も、これもリスニング力がすごく大事になるん で、 これもやっぱ形が決まってるんですね、まあ、大体こう3つの重要なポイントが出てくるんで、まあ、それさえちゃんと聞き取れていれば、まあ、そんなに素晴らしい言い換えとかしなくてもある程度いい点数が出るんですよ。なのでこれもやっぱリスニング力を鍛えるっていうことですね。で最後の最後のインディペンデントライティングなんですが、これが最近本当に、まあ、厄介、なかなかいい点数が出なくなってしまっていて、理由としては、まあ、丸暗記したんじゃないかって思われてしまうような文章はものすごく減点されます。これ初めて話しますけど、実は僕、まあ、結構いろいろ実験して、はい、まあ、ある生徒がいるんですけど、はい、彼の普段のエッセイを見るとどう見ても結構いいんですよ。だからまあ25点ぐらいを取れるはずの実力なんですよ。ただ毎回同じなんかテンプレートみたいなやつ使ってます。なんかどこどこ大学の何々教授によると、まあ、最新の研究によると何々ということがあるみたいな、そういうのを結構使ってたんですね。だから毎回リミテッドっていう評価でも 一番っていうか、もうすごい低い評価出てたんですよ。であれ本当にそれが原因なのかなって試したくて自分もやってみたんですね。で実際いろいろそういうなんか明らかにテンプレートだろうみたいなやつ使って、でもそれ以外はもう文法ミスとかもないし、あ、まあ、語彙も結構難しいの使ったんですけど、リミット出たんですよ。出回ってるテンプレとして、うん、データベース蓄積してるんですかね。はい、あると思うんです、うん、教授とかは同じ名前なんですか、はい、まあその大学名とか全部同じでやったんですね、はい、なのでそれが原因だったのかなっていう。なるほど、うん、テンプレ対策、IELTS もありますから、うん、あ、そうなんですね。メモライズドっていう採点なんかあるはずです、IELTS、はい、って
採点者記入欄にその暗記してきちゃってるっていう欄がありますから、はい、これデータで取っといて、それで、あ、また来たっつって、みんな、はい、リモライズだっつって言って。だから中国なんかだと、それがあまりに多く出ちゃった時とか、採点遅れますからね、はい、あの。結果出さなかったりしますから、ね、もうダメっつって、あまり、みんな同じ回答ばっかりみたいな。ああ、そっか。最近、その指示に出るようになったの、Do not use memorized examples みたいな。もうあの太字で出てますから、そうなんですよ、だから暗記してっちゃダメですよ、うん、今回は一応先生にトフル対策について聞きました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.